リモートワークとか観光行楽の自粛もあり、利用者減で公共の交通機関も少なからず苦しい経営を強いられています。おっと、今揺れてない？ちょっと揺れてるよね。ちょっと今みなとみらい FM 横浜のスタジオで今揺れを確認しましたけど、大丈夫だよね。これ僕酔ってないですよね。揺れましたよね。ちょっと確認しますね。割とね今揺れたような感じがする。一応津波の危険性もあると思いますので、海とか川の近くには行かないようにしてください。最新情報入りましたら、今揺れを感じました。みなとみらいのスタジオです。 FM 横浜です。はい、話戻ります。まあ本当に公共の交通機関も少なからず苦しい経営を強いられています。そんな中でも今できることは何かを考えて仕事をしております。